車は7両編成です。前の方から7号車、6号車の順で、一番後ろが1号車です。自由席は前より5号車、6号車、7号車です。指定席は後ろより1号車、2号車、3号車、4号車です。1号車の後ろよりはグリーン車です。車掌は赤貝です。終点の赤玉でご案内いたします。ご用がありましたら車掌までお知らせください。なお、後ほど乗車の乗車券、特急券の配給にご用意いたします。なお、新型コロナウイルス感染症対策に承諾させていただきます。
所までが島根どうなってかしらね。
一番乗り場の到着です。開くのあと足元にご注意ください。引き付けを出ますと次は宇佐に停まります。
こっち行くな。はい。
左側です。3番乗り場の到着です。開くドアと足元にご注意ください。乗り換えのご案内です。吉富、三毛角、宇野島方面普通列車の門司港行きは15時15分1番乗り場です。普通列車の門司港行き15時15分階段を渡りまして1番乗り場へお越しください。ご注意ください。
指定席のお客様にお願いいたします。一人でも多くのお客様がお座りいただけますよう、お荷物は座席上の荷物棚をご利用ください。一人でも多くのお客様がお座りいただけますよう、お荷物は座席上の荷物棚をご利用ください。ご協力お願いいたします。列車内における新型コロナウイルス感染症対策に対するお願いです。列車内での感染拡大リスクを減少させるため、マスクの着用をはじめ席エチケットに対する取り組み、また車内での会話につきましては控えていただくなど、周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。ありがとうございます。まもなく広島に着きます。広島です。降り口は左側です。一番乗り場の到着です。着座と足元にご注意ください。乗り換えのご案内です。部外正面、シーダ、追記方面、普通列車の門司港行きは15時24分着きましたホーム一番乗り場から発車します。広島を出ますと次は湯川市に停まります。柳ヶ浦から小倉ですね。はい、ありがとうございます。
左側です。三段乗り場の到着です。開くドアと足元にご注意ください。
倉につきます。小倉です。忘れ物、落とし物ないようにご注意ください。座席前のミニポケットをご利用のお客様、乗車券、特急券の取り忘れに十分ご注意ください。ご座席の周り、荷物棚の中などにお確かめください。乗り換えのご案内いたします。本州方面下関行きは15時42分3番乗り場です。門司港行きは15時49分8番乗り場です。鹿児島本線九州高台前枝光八幡方面途中福間まで各駅に停まります。区間快速の大牟田行きは15時43分6番乗り場です。北陸幹線香川小峠方面添田行きは16時10分3番乗り場から発車します。新幹線をご利用のお客様、のぞみ27号博多行きは15時51分12番乗り場です。のぞみ44号東京行きは15時55分13番乗り場です。さくら560号新大阪行きは15時59分同じく13番乗り場から発車します。ホーム中ほど階段エレベーターエスカレーターで一つ上の階へお降りください。この列車は博多行きです。小倉を出ますと戸畑、黒崎、堀尾、橋、終点、博多の順に停まります。小倉から列車の進行方向が変わります。列車の進行方向が変わります。足元のペダルを踏んでいすをお回しください。足元ペダルを踏んでいすをお回しください。椅子を回しの際は周りのお客様に十分ご注意ください。また4号車につきましては小倉から自由席になります。4号車は小倉博多間自由席になります。降り口は右側で4番乗り場の到着です。右側4番乗り場の到着です。開くドアと足元にご注意ください。小倉を出ますと次は戸畑に停まります。小倉の次は戸畑です。
ありがとうございます。まもなくカシーに着きます。カシーです。降り口は左側です。2番乗り場の到着です。ヤクザと足元にご注意ください。乗り換えのご案内です。千早、箱崎、吉塚方面。普通列車の都市行きは16時26分。着きましたホーム2番乗り場です。カシー線、土井、長者丸、末方面の海行きは16時37分。3番乗り場です。和次郎、畑、ガンナス方面、斎藤崎行きは16時36分、4番乗り場から発車します。橋を出ますと、次は終点の博多です。
6時55分同じく4番乗り場です。東急田舎線朝栗平成新山方面普通列車の動画で16時31分8番乗り場